ケイトラナダは、ハイチ系カナダ人の DJ、音楽プロデューサー、ソングライター。2010年から、ケイトラダマスとして活動を始め、2013年には、現在のケイトラナダの名で知られるようになり、XL レコーディングスと契約を結ぶ。2016年のデビューアルバム、99.9%は、非評価から高く評価され、2019年の2作目。 ブッパは第63回グラミー賞の最優秀新人賞を含む3部門にノミネートされた。ポラリスミュージックプライズの受賞式にて受賞発表の紙を見せるケイトラナダ1992年8月25日、ケイトラナダことルイ・ケビン・セレスティンはハイチのポルトー・プランスで生まれる。生後間もなく家族はカナダのモントリオールに移り住み、そこで育った。 ケイトラナダが DJ を始めたのは14歳の時で、翌年15歳の時に兄に教えてもらい、フロリダスタジオでプロデュースを始めた。2010年に、ケイトラダマスという名前でキャリアをスタートさせる。二つのプロジェクトをリリースした後、2012年にケイトラナダに改名した。2014年12月に XL レコーディングスと契約を結び、 2015年にはマドンナのレベルハートツアーのカナダ公演とアメリカ公演のオープニングを務めた。2016年5月6日、デビューアルバム99.9%をリリースした。同アルバムにはゴールドリンク、アルナ・ジョージ、シド・ザ・キット、アンダーソン・パーク、ビッグ・メン・サラがフィーチャリングで参加した。アルバムは評価から高く評価され、カナダ最大の音楽賞である。 ポラリスミュージックプライズを受賞した。2019年12月13日、2作目のアルバム、ブッパを RCA レコードからリリースする。前作に続き高い評価を受け、第63回グラミー賞では、最優秀新人賞、最優秀ダンスエレクトロニックアルバム賞、最優秀ダンス録音賞の計算部門にノミネートされた。 2016年4月のザ・フェーダーのインタビューで、軽トラなだわ系であることを明かした、スタジオアルバム、ありがとうございます。